山口県の県庁所在地ではありませんが、最大の町下関です。今回はこの山口県、行きといいますかね、一度山口県は日本海側を通ったんですけれども、ただスルーするだけでしたので、じっくり的を絞ってご紹介しようと思います。この電車は JR 九州小倉行き山陽本線、もう JR 九州には乗りません。あちら側 JR 西日本山陽本線に乗って、次の目的地は朝乗り換えて三重へ向かいます。朝は唐戸市場で買ってきた海鮮丼ですが、1つで1000円なんですけど、2つ買うと750円、今ちょうど2人いますんで、2人でですね、1個1個分けて買いました。これ安いですが、このね、エビとかこのサーモンとか別に下関と関係ないと思うんですけど、このタイとかこういうやつはどうですかね、分かりませんが、うまければいいというわけです。ここも本州入ってるんですけど、本州でもね、まだお寿司のお醤油は甘いやつでした。九州だとお醤油が甘くなるんですけどね、これもまた同じ味。これなんですけどね、アジフライ安いから買いました。アジフライが50円、僕はフグの天ぷらでこれは200円です。とんかつソースかけて食べる、それも美味しいかもしれない。お待たせいたしました。今日も JR 自身をご利用くださいましてありがとうございます。山陽線新山口行きです。朝駅で乗り換え、三重駅に到着。この三重でもまた日本の経済を支える大企業の必要とする原料が取れています。で、ね、200円払ってバスに乗っちゃいました。駅から1キロ、この目の前にあります、これが立派な工場ですが、宇部鉱山伊佐セメント工場とこっちに書いてあります。宇部鉱山ってのはご存知ですかね、東証一部上場の会社なんじゃないですか。私もねそんなに詳しくはないんですけど、ここで石炭でセメントの原料の石灰が取れまして、それをたくさんですねここで取り出し、それを瀬戸内海側この先訪れます宇部市に運ぶということになっています。三重の中に巨大な工場が一つ、ここが三重市としてやっているのもこの工場の存在によるところが大きいと思われます。それ以外のところ目を向けてみると、もうこんな閑静な普通の田舎町って感じですから、床屋のぐるぐるとかが回ってて元気そうに見えますけど、騒音測定表示、宇部鉱山がうるさくないか、こういうのちゃんと見張るような機能もついています。ほんと古いですよね、こういうのがいっぱいですよ。奥行きも巨大な工場ですんで、ナンバープレートがついてますんで、これねちょっと特殊なナンバー、この工場の中だけを動くためのバイクがずらずら並んでいます。ここ伊佐工場って言うんで伊佐川ってのがあるんですけど、ある人はね特殊踏切のこんな上にくるめたやつが出てきたんですが、これまた後で説明しますけどね、この踏切を越えてそのまま三重駅へ続き、そこから貨物列車で輸送してだというわけですが、ある時からですねあることをきっかけにこの宇部鉱山が、もう鉄道では運ばないということを決めましてですね、それからはもうここがこんな風に休止状態となっているわけです。実際にはもう列車が走ることはないでしょう。線路ももう埋まって、なかなかこういう場所を見ることはありません。結構よく残っています。奥は宇部鉱山の敷地です。最近鉄道ネタが多いような気はするんですけど、この動画では道路に注目して紹介するつもりです。道路とこの鉄道は非常に関係があるので、ご紹介しないわけにもいきません。
この三重市なんですが、まあ、本来はこういう観光客が来るときはあそこの宇部鉱山に行くんじゃなくて秋吉台、秋吉堂、まあ、2つある名所とか化石掘りなんかができますんで、あの今はなんかできなくなったのかな、あの化石見物とか、まあ、そういったのをするのがまあ普通だそうです。これもねまた宇部鉱山と非常に関係が深いんですよ。この下はもともと大昔はここ海だったんですね。それが、珊瑚礁、暖かい珊瑚が住んでいたんですが、それが、だんだん地上にこう上がってきまして、今では珊瑚礁が、干上がった、石灰の成分、それを多く含んだ土壌の上に町が建つということになっています。で、その石灰の成分っていうのは水に非常に溶けやすいもんですから、雨水が染み込んで、大きな鍾乳洞ができ、それが東洋一、まあ、世界でも有数の有名な大きな鍾乳洞、秋吉洞となるわけですが、まあ、そんなふうな、ね、あのこう景色とか、まあ、それもこの下がもともと石灰成分を多く含んでいるからです。でそういう石灰成分を多く含んでいるところだから、じゃあ石炭をいっぱい、失礼、石灰をいっぱい取ろうということで取って、そしてコンクリートの原料として現在日本中に供給しています。いや世界にも供給しているでしょう。全部それも昔この辺りのところが、ね、海だったからこそ、そのような恵まれた観光地、恵まれた資源が埋まっているというわけで、あと100年ほどはひたすら採掘を続けることができるんだそうです。でじゃあ取れた石灰はどうしていたのかというと、それをこの峰線で運んでいました。この中に昼夜を問わず貨物列車が走り回っていたらしいんですが、現在は全く走っておらず、このような1両のディーゼルカーがたまに3時間に1本ぐらい走るだけです。もともとここで鉄道がたくさんの宇部鉱山での石灰を運んでいた。そして現在でも宇部鉱山はたくさんの石灰を取っているのに、なぜ鉄道が使われなくなったのかというと、国鉄の時代に、本来は国鉄職員は公務員ですから、まあ、公務員はストライキとかいうのをやってはいけないと、マッカーサーの時代に決められたわけですけど、それでもスト権を得るためのストライキとかわけのわからないことを言って、スト権ストとか言ってですね、至る所で列車を止めて国民に迷惑をかけまして、そしてその被害者はまた、宇部鉱山も同じだったわけです。峰で取れた石灰をこの峰線を使って海の方へ持っていき、そこで加工したり、まあ、また積み出したりしてやっていたその宇部鉱山が、計画通りに全然物が運べないことになってしまったので、もう国鉄には仕事は頼まないということで、自分でついに運ぶ専用の道路を作ってしまいました。そしてそれは宇部鉱山専用道路として現在でも使われていますが、それがもうできてしまったので国鉄の輸送は必要なくなり、貨物列車の運行も減少、そしてゼロ。現在は宇部鉱山の自前の世界一、日本一かな、日本一長い市道と言われていますが、30キロを超える宇部鉱山専用道路によって大型トレーラーが日々取れた石灰を宇部まで運搬しています。今回はそれを見に行きたかったんですが、そのためにまずじゃあせっかく石灰を運んでいるなら取る前のところも移さなければと思って先に峰を訪れたのです。ですから次に向かいますのはその専用道路が伸びている宇部、専用道路もその宇部周辺でたくさん見ることができます。でこれも今ではまあ1両か2両、せいぜい3両ぐらいの短い列車しか走らないんですが、まあ、これね単線なんでところどころで列車の行き違いをするわけですけど、行き違い用のスペースがすごく長い。これねもう無用の長物とはまさにこういうものですが、踏切をもうあのようにまたいでしまって、この長い線路、これももちろん元々はたくさん石灰を積んだ貨車がここに止まって、それぞれの行き違い、道の譲り合いをしていたから、こんだけ長いスペースが取ってあるわけです。普通新山口方面、新山口行きが4両で到着します。足元の黄色い点字ブロックまでお下がりください。列車が到着します。お気をつけください。セメントを運んでいた貨物列車と同じようにこの小野田駅からは、宇部線に入ります。宇部新川という駅を目指し、その駅の前に宇部鉱山もあります。
電車の話ばっかりで恐縮なんですけど、まあ、これ非常に珍しい123系っていう電車なんですけどね、これから宇部新川まではこの電車に乗りますんで、ちょっとねどういうやつか説明しておこうと思います。基本的に昔の電車って1両では走らせられなくて最低でも2両、まあ、普通は3両からだったんですよ。でもこの宇部線に関してはお客さんあんま乗らないんで1両でも足りるんですよね。で1両用の電車作りたいんだけど1両で走れる電車ないし、うーんと思ってたら、郵便とかそれから荷物を運ぶ電車が余ったんですよ。でそれをじゃあ荷物を運ぶ用の車両を改造してお客さん乗せるようにしようっていうんで作って、それ作り替えて改造したのがこれです。日本にもねここでしか走ってない非常に貴重なものです。そう、荷物とか郵便とかを運ぶやつは1両で走るやつをこうたまたま作ってたんですよね。でいらなくなったから、じゃあそうか今度はそれで、まあ、昔の宅急便とかね郵便とかをこれで運んでた、まあそんなイメージです。車内もちょっとおかしいですよ雰囲気が。もともと荷物車だった時代にはここにですね大きな荷物用のドアがあって、そのドアをまあ、荷物出し入れするときに上引っかからないようにってことで、ここのね部分だけこうパイプが上に上がってるんですよね。まあ、今はもうこんな風に上に上げてることに全く意味はないんですけど、昔ここに荷物用の扉がついていたからこのような変な形になっている。まあ格安の改造って感じですかね。国鉄お金がないから。宇部新川駅自体はこのようなちょっとレトロな駅ですけれど、ここから先広がっておりますのがこの辺り山口県山陽地方、そして宇部市を代表する、いや日本を代表すると言ってもいい立派な宇部興産の本事業所です。正式な名前は知りません。この間の水俣駅同様、宇部新川駅を出て駅前通りをまっすぐひたすら走ると興産本社前というまず交差点があって、この先宇部興産の本社と言いたいところですが、現在本社はね東京にあるそうです。明らかに工場で普通の人がもう立ち入っちゃいけないような感じがするんですが、この先も一応全部公道なので立ち入ること自体はできます。ただその公道の脇には宇部興産の建物以外には何もないのだそうです。もう完全にね一般の人が立ち入っていい雰囲気ではないんですけど、でも立ち入っていいんだそうです。まあどう見てもねこれ宇部興産の私有地なんですが、右も左も立ち入り禁止という風になっていて、カメラ持ち込み厳禁とかいろいろ書いてあるんですけど、別に公道でカメラ回す分には全く問題はありません。撮影が法律的に問題ないとは言ってもあんまり拡大すると宇部興産に嫌われるかもしれないので、まあこのぐらいにしておこうと思います。自衛消防車庫とか言ってね UBE って書いて宇部って書いてありますけど、自前の消防車ですね。そういうのもあんだな。で宇部興産ってのは別にセメントを取ってきてそのコンクリートの原料とかにして出荷するとかそれしかやってないわけじゃなく、まあ、いろんな事業をやってるんだそうでして、薬品を作ったりとかですね、なんかこう、液状化をなんかこう防止するようなものも作ってるんだったかな、なんかそんなようなことが書いてありましたけどね。東日本大震災の復興にも役立ったとかなんとかいうことですが、この上を液化アンモニアが通っています。やばい、アンモニアはやばいな。私もこういうこの手の工場見学みたいなそんないっぱいやってるわけじゃないですけど、普通ねこういう両脇とも同じ一つの会社の工場で巨大なこうパイプラインで結ばれているんだけども、間が普通に公道で立ち入って撮影も普通にできるみたいな場所あんまありませんのでね、これは貴重ですよ。なかなか日本にもこういう場所は私はないと思います。でねここに見えてるのがセメント工場だそうですが、まあ、多分これがさっきのあそこの峰から持ってきた、セメントの原料石灰を加工している場所なんじゃないかな。もともとは法人の登記が、峰の方にもされていたらしくて、峰が結構その法人税収入で潤っていたらしいんですが、現在は宇部や東京などに登記の地が移り、峰にはお金は入ってこないのだそうです。で着きました。ここがですね石灰の積み下ろしの場所のようなんですが、あの奥にさっきものすごく大きなトレーラーが通ってた、またすぐ来るでしょう。おお来た来た来た、これすごいですよ。アメリカ製の、日本ではああいうのは走ってませんからね、2両連結したトレーラー。おおすごい、これは大きすぎて公道を普通に走ることはできません。ですから宇部興産の私有地の中で全て運転されているということになります。
これがですね、さっきのミネで採れた石灰の原料、まあ、もしくは石灰 石灰石、それをですね、積んで、そしてこの上の工場まで持ってきているというわけです。あそこで重さ測るんでしょうね。これから出発です。ちょうどいいところで来てくれた。しかも一番見たいやつが来たな。あれが一番大きいやつだそうです。多分今から石灰を取りに行くんじゃないですかね。1日に1つの車が、宇部と峰の間をだいたい7回ほど往復するんだそうですよ。あ、違うか、荷降ろしだから今着いた車だな。これ着いてあそこで峰から持ってきた石灰をここで多分工場に入れるんでしょう。え、さっきも言いましたように、ちょっと今ね吸い取ってる音がしてますけど、吸い取ってんだろうな。あの峰から、この宇部まで30何キロもの間すべて連続した私有地となっていて、そこに高速道路のような高規格な宇部鉱山専用道路という、一般の車は全く立ち入ることのできない自動車専用というか宇部鉱山の自動車専用道路が作られています。そしてそこは私有地ですから、このようなものを通しても問題がないというわけです。宇部鉱山専用道路は新幹線などからもちょっとだけですが、その姿を見ることができます。そして今踏切の音がしましたよ。あれですけどね、世にも珍しい道路の踏切です。今閉まりました。閉まるとすぐにどうもトレーラーが来るようです。ちょっと見てみましょう。お、来た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 。おー、面白い。ここがですね、私有地とそれから公道とのクロスポイントになってまして、ここだけ唯一全国でもたった一つの自動車用の踏切が設けられているのです。あれが行っている間、こちら側は待たされます。そして抜けられるやつはさっさとこう抜けて、大きさも日本の車とはもう全く違います。いや、というか国産の車もあるんですけど、公道を行儀よく走っている車とは違います。まあ、行儀よく走っている車とは違うと言いましたが、実際ここにも40と書いてありますけれど、実際には宇部鉱山専用道路の中にも速度制限70キロが設けられていて、それをきちんと守ることになっているようです。自動車側も好き勝手に通っていいわけではどうもないようで、これね、こっち側の今市道、まあ、の宇部鉱山の私有地なわけですけど、この踏切を車が来るとなったら、まあ、一旦ですね、こう遮断されていまして、渡っていいということが、この遮断機を下ろすことによって確認が取れたらば向こうが開くという仕組みなんですね。こっちも開きました、向こうも開きました。そして来ます。ナンバープレートも当然公道を走るわけではないので、宇部鉱山用の特別ナンバープレートがつくだけです。これは国産だ。大きい2両連結です。2両連結を運転するのは相当難しいんじゃないですかね。この宇部鉱山専用道路は別に宇部鉱山の、こういう特別車両しか通れないというわけではありません。まあ、もちろん宇部鉱山の許可が必要ですが、あのここをですね、普通にバスで走って、観光するというツアーなどもあります。それ7500円とかだったかな。お金払えばね、見に行くことができますので、私も何か機会を見つけてそれに乗ってみたいと思っています。いや、もう面白いのは無限に見続けられますし、ここまでの道中もこんな風にすごい景色なので飽きることはないのですが、まあ、しかし残念ながらね、こっちもちょっと次の列車の時間があるので、あそこには5分程度しか滞在できませんでした。まあ、今日日曜日なんですが、日曜日でもこのように頻繁にもう行けばすぐに来ますし、また多分夜もあるんじゃないのかな、わかんないですけど、工場って普通3交代24時間操業だと思うんで、やってると思うんです。まあ、あんま勝手なことは言えませんけどね、
昼間にこんなに頻繁に走ってるなら夜もあると思いますよ。いや、やっとあの入り口のところまで戻ってきました。なかなかペースよく歩きましたんでね、あの問題なく時間も間に合ってます。宇部駅前、周りにはいろいろスーパーホテルとかビジネスホテルが多いんですが、まあ、宇部新川駅前ね、多分その利用者の多くは宇部興産への出張の人なんじゃないかと思います。まあ、多くはってことはないけど、でも結構な割合はそうでしょうね。戻ってきました。今日の宇部興産をテーマにした観光はこれでおしまい。まあ、しかし、今回の旅ではね、いつも意識してるっていうか、あの、まあ、本当だったら宇部興産に関係ある話ばっかりするんですけど、そうでもないじゃないですか。やっぱこう日本一周旅行なんで、あくまで日本一周旅行の中で、宇部興産に関するものを今日は回ってみましたみたいな感じなんで、まあ、今日の旅はもうちょっと続けようと思いますけどね。本日みたいな土日はですね、まあ、いろんなところで面白いイベントっていうのは、まあ、お客さん集客イベントがあるわけでございまして、これから少し行ったところ小郡市、まあ、今あの普通に山口市か、新山口というところへ、蒸気機関車の SL 山口号というのが運行されています。これもまた山口県の観光の名物で、空席があるかなと調べたらね、あったんですね。で、今日は青春ジャージ切符を利用してるんですけど、まあ、それだったらあの500円だけ払えば、あのまあそれ以外はタダで乗れると。ちょうどいいから、じゃあここから乗りに行くかということで、あの観光するわけじゃないんですけども、山口県庁の所在地、山口市、まあ、本当にその旧山口市っていうかね、核の部分ですけども、その県庁所在の場所まで行き、SL 山口号に乗って戻ってくる。まあ、今日の行程は大体それで終わりです。遅れてるから早く乗んないとな。宇部行き普通列車、国鉄の車両はもうクーラーが古いんでめちゃくちゃ強くするか、もうなんか切るかみたいなやつしかなくて、めちゃくちゃ車内も涼しく、またさらに、冷房が昔なかった時代の名残か扇風機もついてますんで、扇風機と強力なクーラーの合わせ技、往復 4.5キロ、5キロぐらいを歩いたそのほてった体にかなり効きます。さっきの新山口駅も今は山口市の中なんですが、もともとの山口市というのはこの辺でした。ここが山口県庁所在地の山口駅。 JR バスが頑張る山口駅前、これが山口の県庁所在地、その顔ですと言いたいところ、まあ、言いたいところってかそうなんですけど、なんかね、県庁所在地の駅にしてはちょっとどうなのかと。まあ、これ駅は立派ですけどね、2階建ての吹き抜け構造で、まあ、いいんですけど、これね、よく言われてますよ、あの2チャンネルとかでね、しょぼい県庁所在地ナンバーワンはどこだ、ダントツ山口、うわマジかよみたいな、そういうね、あの2チャンネルのスレッドとか私も中学の時よく覗いてましたけど、山口県に大きな町はまあいっぱいあるわけですよ。例えば徳山周辺、周南とか、今日朝行った下関とかね、いいところいっぱいあります。さっきの宇部だってまあ立派な宇部興産がありますなんだけど、なぜこの山口が県庁所在地なのか、山口自体がそんなに広くない、まあ、ちょっと奥の方行くとあのアーケードとかもあって、まあ、にぎわってはいるんですけども、まあ、県庁所在地のにぎわい、うわーみたいな感じの凄さかというと、まきってそうでもないと。なんでここが県庁所在地なのか、これはですね、あのなかなかいい話でして、もともと江戸時代になる前は、ここら辺が城下町だったんですね。山口、毛利の、いるところはここでした、まあ、ところが、毛利というのはあの関ヶ原の戦いでですね、あの徳川家康の反対の西軍の大将毛利輝元がそうですから、まあ、だからそうするとあの、まあ、それであのつまり負けましたんで、まあ、家康としては、まあ、あのその後長州藩はあの毛利家が、まあ、治めてきたわけですけど、でもなるべく、この離れたところに行ってほしいということでですね、あの萩の方に、毛利はあのこう移されてしまったわけです。で、まあ、ちょっとはっきり言って江戸からは遠くてね、あの攻められる恐れは、まあ、江戸幕府としてはないけれど、本当は山口がホームグラウンドをこんな萩に移されてみたいな、あんまりですね、あの長州藩の人としては、話は、まあ、気分が良くなかったそうです。そうですよね。1600年家康との戦いで敗れた長州は、それから260年ほど経ってついに官軍として幕府に勝ちました。その喜びから
元の城下町に都、県庁所在の地を移そうということで、この山口氏が県庁所在地に返り咲いたということです。まあ、しかしもうその時は萩とかね、それからあの山陽地方下関とかもその周辺の方がはるかに栄えておりましたので、まあ、その時にここをこう所在地としたのが良、まあ、かったのかどうか私よくわかんないし、まあ、他にあの単純にこの山口氏が県庁所在地になった理由があったのかもしれないんですが、まあ、私は少なくともそう認識しておりまして、そういうふうに聞いてまして、その長州藩の、幕府を倒したその喜びが現在この山口市が県庁所在地として置かれている、まあ、その理由なんだそうです。だからまあね、正直ちょっとしょぼいんじゃないかなと思うこともあるにはあるんですが、まあ、しかしもともと県庁所在地のランクから落ちていたところだけれども、しかしやっぱり山口県の看板といえばというか、まあこの辺り長州の看板といえばこの山口にしかもう他ならないということで選択された。なんかちょっとねこう地元を愛する気持ちみたいなのがあっていいかなと思いますね。
山口県ってね、ここぞという大きな町は下関ぐらいしかなくて、まあ、下関もすごい大きな町なわけではないですしね、もっとそれより大きい倉敷とか福山とかの方が下関より人口が多いですし、まあなんかパッとしないんですけど、でも大きな町はたくさんあります。豊富もその中の一つ。昔奈良時代はここが県庁所在地、国府の置かれていた場所でした。県庁所在地って言い方がいいか分かんないですけど、周王の国の府中心というわけで、ここが豊富だから結構大きな町なんですが、なぜかこの町には新幹線の駅がなく、今一つもっと良くなっていたと思うんだけどな、なんかねちょっと運が悪い町みたいな、惜しい町なんですよね。私の友達は豊富出身の人いるんで、なんかこう悪いんですけど本人には、まあ、私も行ったことないんですけど、まず豊富といえば豊富天満宮なんで、これに行くじゃないですか。でその後イオンでなんか割引の惣菜が多分安くなる時間なんで、まあ、それで、まあ1日の終わり、あとはネットカフェでダラダラすると。さっき新山口までね、まあ、全然動画には登場しませんでしたけど、一緒に行動してる人がいたんですが、お前いつもこんな大変な過酷なことやっちゃうのかみたいなこと言われてね、まあ、実際過酷なんですよ。本当 きついのなんのっていうかね、もう暑い中ずっと重い荷物持ってね歩いて、時には走ってみたいな、そんなばっかりですから、まあ、あの体力あるんで一応ね、まあ、そんなあるじゃん、まあ、なんとかなってるんですけど、ちょっとね、明日以降はもうそろそろ青春ジャージキップの期限も切れるし、まあ、それ自体は大した問題じゃないですが、あのもうちょっとダラダラしようと思うんですよね。1日にそんな別に日程キツキツに詰めて急いでいくことないんですよ。もうゆっくりやっても別にまだ夏休みにあの半分ぐらい残ってますんで、まあ、慌てなくていいやと。やっぱやめたらもう回り右して豊富天満宮は明日にね持ち越しです。あのもうネットカフェにいつも8時間滞在するか12時間滞在するか、もう2つに1つなんですよ。あのネットカフェの料金体系的に、まあ、皆さんも泊まってみれば分かりますけど、あの8時間はあの8時間パックってなんですけど、9時間の場合は8時間プラス、10分あたり80円なんですよ。で8時間だと1200円なんだけど、9時間だと、1700円とかになったりするんですよ。もうそれはもうおかしいね、おかしくないけど、8時間1200円なのに1時間伸ばしただけで500円高くなるとか、そういうのちょっと嫌なんで、まあ、8時間で出るわけじゃないですか。で8時間ってね基本寝不足になるんですよね。でもあの8時間の次の料金パックは、2000円で12時間いられるんですよ。だったらもう今まで8時間を基準にやってたんですけど、12時間を基準にして、まあ、もうネットカフェで、ゴロゴロしながら、まあ、漫画とか読んだりね、まあ、もちろん動画編集もしますけど、そうやってもうちょっとね余裕のある、あれにしようかなと思ってるんですよね。12時間はもうすごい余裕あって体力も翌日に疲れ持ち越したりとか、ね、しないんですよ。もうそうしようかな。今日が、9月の、8日なんですけど、まあ、明日明後日でも青春ジャージキップは使えなくなるんですよね。でそうするとそこから先の予定とか移動とかどうするんですかって聞かれるんですけど、まあ要は1日の交通費を、まあ、2370円よりも安くするには単純にあの移動距離を JR の移動距離を短くすればいいだけなんですよね。で別に JR しか今までも使ってこなかったわけじゃなくて、高速バスとかも結構乗ったじゃないですか。で青春18切符はね意外と使ってないんですよ。これまでもうなんか18切符使わなくても安くする方法がいくらでもあるってことは私は分かってるんで、まあ今後は、うん、もうちょっとね1日がゆっくりになるんだったら移動の距離も1日あたり短くなって1日の使うお金も少なくなるし、旅もこの間鹿児島で折り返したと思ったらもう山口県を抜けようかというところまで、まあ、山口大きいんでまだ簡単には抜けられないですけど来てますんで、まあちょっとそろそろペースダウンしようかな。今日もね、予算8100円なんですけど、まあ、多分7500円ぐらいで使う額は収まるんじゃないかなと思うんで、まあ、600円の黒字で今はもう17390円も予算の余りがあるんで、まあちょっとずつぐらいね多少赤字が出ても大丈夫。まあとりあえずはこのイオンでなんか 1,2 時間ぐらい時間潰して惣菜を買って帰るみたいなのがいいな。まあ、イオンって大抵あのトイレの脇のスペースとかにあのベンチみたいなの置いてあって、まあ、そこもう冷房も効いてて涼しいんでちょっとそこにいれば、まあ、金もかかりませんしね。で後で買い物して帰れば別にイオンにもそんな迷惑にならないんじゃないかなと思うんですけど、でですね、意外とすぐに買ってきたんですよ。あのすごい熟考してですね、3割引きの弁当があって、3割引きかこれ本当は5割まで行くんだけどなんて、まあ、イオンは多分5割引き6割引きって見たことない、多分半額が最大なんですけど、それでね、3割引きの弁当、サバの、塩焼き弁当があって、それが、まあ498円のやつが350円ぐらいで売ってたんですよ。350円、3割引き
もっと安くなるけど、でもサバの塩焼き弁当は他になくて、まあね、500円の弁当だったらば結構中身にちゃんとしたお惣菜が入るんですよね。こういうひじきとか、なんかこうナマスとかね、これもこう昆布の煮物とかあって、まあ、あのこう副菜みたいなのもちゃんとしてると、まあ、あのこれが298円の弁当とかになると副菜とかもうめちゃくちゃっていうか、もうこうとにかく安いものを詰め込むみたいな感じなんですけど、まあちゃんとしてこの弁当いいなと思って、でこれ半額になるまで待ってたら、もうサバ塩弁当これ最後1個だからなくなるなと思ってですね、3割引きでもまあ1個350円でも安いなと思って、こう手を伸ばして買うところだったんですが、ところがですね、あのちょっとこう虫の知らせで何か人の気配を感じて、おーっとこれですね、あの1回ね、あの即座に戻したんですよ。で戻したらば、まあ、奥からこうちょう、まあ、ガタガタガタって実際に音がしたんですけど、人が出てきてですね、弁当お惣菜にこうシールをこうこう貼り始めて、で4割引き4割引き4割引きです、これ4割引きいくんじゃないかと、じーっと息を殺して待ったんですよ。で、まあ、みんなもこう注目する中、弁当コーナーに移動し、4割引きのシールが貼られたんですね。いやーラッキーと、まあなんかこうね、あのスーパーのあのやばいお客の例みたいなやつで、うん、他の半額シールをこう巧妙に剥がして全然半額になってないやつにこう貼って半額でなんかこう持っていくみたいな、そういうやつがあるっていうのはなんか聞いたことありますけど、まあこれはね、たまたまなんで、なんかガタガタ音がするなと思って弁当一回返したら、なんかこうそこに4割引きのシールが貼られたってだけなんで、まあ別に大丈夫だと思うんですけどね、まあいいでしょ、法的に問題ないし、まあモラル的にもね問題はないと思います。まあ、たまたまもうあの取るのがあのあと10秒遅かったら普通にナチュラルにそのまんま何もなく4割引きになってましたんで、ね、それからこれはあのなんかこういうなんてピクルスっていうの、まあ、食べないんですけど、こういうのはまあ安いんでね、野菜が食べられるから、こうお酢がこうタプタプになって入ってます。まあ半額なんですけどね、99円定価200円なんか、200円か、そっか、いやなんかこれ50円ぐらいで買った感覚で、まあ全部でね、これ買ったやつでまあ430円ぐらいだった、470円かなとかだったと思うんですけど、まあ安いですけどね、476円だ、そうそう、これあのレンコンの天ぷら、まあレンコンが好きだって思うんですけど、これね、まあ、天ぷらさっきフグの天ぷら食べましたからね、あんま揚げ物ばっかもどうかなと思いましたが、まあこの先山口県の岩国の名物レンコンなんで、いいかと思ってね、レンコンの天ぷら、まあ、これはネットカフェで後で食べますかね。まあ、ネットカフェに入る時間遅くすれば明日ゆっくりあの起きられますんで、まだちょっと入るに早いかなと思うんですけど、まあ、このサバ塩弁当これから食べるか。ああ行っちゃった。あの弁当食っててですね、もう食べ終わったんですけど、そろそろ行くかなと立ち上がった、なんかあの豊富駅を通過する列車が、豊富を通過するとはどういうやつか、貨物列車じゃなくて、貨物列車じゃない、貨物列車だったらもっとね音うるさいんで、ずいぶん静かに通過しやがんな、こう恐れ多くもこの豊富を通過するとはみたいですね。あの JR 西日本の看板のトワイライトエクスプレス水風でしたね。こんな時間にここ通るんですね。ああ。今日の目的地を豊富とした理由は言わずもがな、安いネットカフェがあるからです。まあ、本当だったらね、光とか、下松、柳井、まあ、下松じゃないか、まあ、柳井まで行きたいんですよ。もうちょっと東のところに柳井というところがあるんですけど、で今日中に行ければ青春18切符使えますんで、あの運賃はかからないで行けるんですけど、まあ、明日に、繰り越し1100円を払う予定です。あの高いなと思うんですけど、でも、まあ、今日このまんまあのここで降りた方が、安く、うお、なんか蛇かなんかいたような気がしたな、の方が、まあ、ここの方が安いんで来ております。なんかね、豊富のネットカフェ行く道中こんな感じ、自然豊かなんですよね。ちょっとだけでも、ほんのちょっとの区間です。やばい、このネットカフェ一番人気の禁煙のフラット、もうこんなのすぐねなくなるんですよ。もうなのに、まあ、なくなるっていうか、まあ、結構ここが一番人気なんですけど、禁煙のフラット誰もいない、いや私以外に、あの私とも真反対のすごい離れたところに一人しかいない。このネットカフェなくなるかもしれないな。結構ね使ってた店がなくなったりとかすることなんですよ。これはまずいな。この豊富のネットカフェなくなったら山陽地方で安い宿1個消える。うわー、ちょっと痛いな。まあちょっと、まあまだなくなるってわけじゃないですけど、もうこの私の周り多分半径10メートル誰もいないですもんね。いつもネットカフェで独り言言うなとか言ってますけど、自分が言ってますが、いないもんな。だってな、